ました。そしてトゥーパンプスさんからですね、パンプさん、伊勢崎市で生まれ育った私ですが一番長く暮らしているのが前橋市の今の家です、うん、29歳の時に土地付きで今の家を買いました。自分の部屋もありますが一番落ち着くのは茶の間です、うん、大きなこたつ兼用のテーブルの左端が私の席、うーん、ここに座っている時が一番リラックスできます。写真や動画の編集を iPhone でやる時はこの場所でやっています。すでにボロボロの我が家ですが家族とのかけがえない場所ですと。深谷から来ましたさんも家での好きな場所ということでやはりリビングの定位置が好きな場所で落ち着きます、うん、必要なものは座っていても取れたりゴミ箱も近くに置いてあるんです。仕事から帰り着替えてまず座って落ち着いてからの晩酌は最高。あまり必要のないものもあり物で溢れています。やはりこの場所が好きということで、 あまり動かずにね何でも手の届くところにあるっていう、うんうん、そうだね。皆さんもご自宅に自分の定位置ってあります？お二人みたいに、うん、大体あるんかね。必ずここに座るとか、うん、なんか例えばお父さんはここに必ず座るとか、うん、あります？定位置、定位置みたいな、うん、あるってあったね。まあ今あるけどね、うん、今ばあさんと2人暮らしだから、はいはいはい、うん、まあ同じとこに座ってるけどね、うんうんうん、定位置ってやっぱお家でもありますよね。そうね。